平田たゆかがお送りしています、ミュージックライン。ここからはゲストの登場。今夜は、この方にお越しいただきました。自己紹介お願いします。はい、家入りレオです。よろしくお願いします。家入さんよろしくお願いします。お願いします。 あの去年の7月と11月に続いて、うん、私がお会いするのは3回目にお久しぶりでございますお久しぶりです前回はまだ10代だった、はい、そうなんですごいや、はい、噛んじゃった <laughs> そうなんですご <laughs> そうなんですよ <laughs> <laughs> やり直し <laughs> やり直しやり直しそうなんですよね、はい、19歳だったイエリさんが今目の前にいるのは、はいはい、20歳のイエリさんで20歳になりました もうなんだか大人じゃないですか。<laughs> ですか全くそんな感じがこうしないですけれども,も。ご自分では変化感じますか？あ、でも気持ち的にすごく開放的になりましたね。開放的に。なんかナイトショー行けたりとか、うん、あのまあ、法律上お酒飲んでもいいしっていうところで、なんかすごく10代はう、うん、あの自分をちょっとこう追い詰めすぎてた部分があったので、ええ、すごく気が楽になりました。 そうかちゃんと自分の責任は自分で負えるようになったっていうのもありますよね、はい、もうそれがすごく嬉しいです人にめもちろん迷惑はかけるべきではないけれど、うんはい、かけた場合の責任の取り方がね、うん、変わってきて大事な人に面倒をかけないようにできるみたいなことはそうですよきっと家入さん的にはそういう方での気の回しも楽になるところあるんだろうなとういやいやでもね話歳になって全然もともと大人だった家入さんが、はい。 どんな年の重ね方するのがすごく楽しみですおお<ー>はいでもちょっとずつなんかいろんな世界も広げていきたいなと思ってるので、はい、いろいろ計画はちょっと練ってます、ねはあ、それはプライベートでもお仕事の面でも、はい、そうですあのやっぱり10代はどこか勢いで来られる部分ってあると思うんですけど、はい、20代はプライベートも充実しちゃないと音楽にはつながっていかないと思うのでええええ まあこうもっと遊びたいとかって言ってるわけじゃなく、うん、こう本当に人生経験としていろんなことをやっていきたいなと思ってますね。そうです。結構出るようになりますよね。年を重ねてくると、うんうん、あこの人はちゃんと遊びをして経験積んだ人だなっていう人と。うん <laughs> この人はストイックに一つの道との道なんだなっていう <laughs> ありますね。ありますよね。いやーちょっともうそろそろ適度にね、うん、あのブラットしたいですけどね。ね、うん、そのブラット仕方もいろいろありますし、はいもう本当それはちょっと曲までお話しさせていただきつつ、あのみんなにもこっそり後でバラさせていただいたりもしつつ、<laughs> はい、そしてそんなイエリさん、2>, はい、2月15日にはデビュー3周年を。はい 迎えてこの日をファンの皆さんと一緒に過ごしたんですよね。そうなんですよ。あのミニライブをさせていただきまして、はい、あのアコースティック編成でデビュー曲サブリナもお届けてきたので、えー、なんかすごくこう改めてこう気持ちが前を向きましたね。だって今歌うサブリナとその当初歌っていたサブリナでまた気分だったりとかうん、うん、全然違います。 本当に15歳の時に作った曲だったんですけど、はい、結構なんていうんですかねやっぱり愛が欲しいだったり確かなものが欲しいっていう葛藤を歌っていて<え>でもライブで本当に3年間いろんな場所で歌わせてもらって、はい、で3周年の日にその2月15日に皆さんの前でもう一回歌った時に、はい、なんだろうこう。 その前の気持ちも肯定できてるし自信があるからこそ盛り上がれる一曲になったなと思っていて、うんえー、本当に育てていただいたなと思います時間とともに曲が育つっていうことって本当にあるものですもんね、うんうん、ありますねでもあの20歳のバースデーの時も、はい、あのファンの方たちと一緒に過ごされたんですよねそうなんですよ記念日をそういったファンの方たちと過ごすというのは、うん、どんな気持ちですか嬉しいです やっぱりそのメッセージとか普段からたくさんいただいてるんですけど<え>そういうこう記念事の時ってさらにたくさんいたくくんんいだですよ、はい、でそれを読みながらうわーこんなこと思ってくれてるんだ自分もちゃんと返していきたいなっていうのが本当に何て言うんですかね<え>ちゃんとこうそのの気持ちがが届くっていいうのが嬉しいですでも実際自分自身も記念日だから振り返ることはあってもファンの方たちというのもきっと家入さんとの時間を振り返るいい機会だったりもしますもんね。 そんなイエリさんに今日はまもなくリリースされるニューアルバムを持ってきていただきました。はい。タイトルは t w e n t はい。ストレートにこの20年という歳月を表しているんでしょうか。うんうん、そうです。もうどうですかこの20年。うん、はい。いかがな本当に生まれてから今までじゃないですか。そうですね。なんていうんだろうな本当にこうまだまだ20年しか生きてないじゃんって言われるとそれまでなんですけど、はい、それでも20年間いろんなことがあって。うん 20代に進むために10代とこう決着をつけるじゃないですけど完結させるアルバムになったなと思ってます。はい おー面白いでですすね、うん、完結させるそうなんですよやっぱりね、はい、さっきもおっしゃってくださったみたいに20代たくさん楽しいこと苦しいこと待ってると思うので、はい、だけど10代の,その楽しいこと苦しいことと向き合ってなかったらせっかく20代生きてるのに、はい、10代の苦しみとかが形を変えてどん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 まだ私の後ろをついてきてくる,くると思うので、えー、だからなんだろうちゃんとこう。 瞬間を生きるために過去を受け入れるっていう、はい、そういうアルバムになりました一回ここで完全に振り返って向き合う感じなんですねそうですそんな素敵なアルバム出来上がったのでニューアルバムの話はこの後たっぷり伺っていきたいと思います、はい、まずは一曲お送りしたいと思います曲紹介お願いしますはいそれでは聴いてください EA リレオでミスユーミュージックラインお送りした曲は 今夜のゲスト、家イ入イレオさんのニューアルバム、20からミスユーでした。今夜は家イ入イレオさんにお越しいただいています。改めてよろしくお願いします。お願いします。今このミスユーという、ねはい、すごく爽やかな曲の中で、私たちちょっとほんとお話、うん、おしゃれさせてもらって、家入さん旅に出たいという話も。そうなんですよ。でも今聴いていただいたミスユーっていう曲、うん、結構曲自体は、はいあの、ちゃんと切なさであったり、うん、喜びを歌っているけれど、はい 音としてはすごく爽やかであそうなんですこうまさに旅先とかで聴いても気持ちのいい曲ですよねありがとうございます旅どこ行きたいですか私はフィンランドとかカンボジアとかフィンランドクロアチアとか行ってみたいですねなぜそういったところに惹かれるんでしょうんか少年が 私今この人たちの笑顔を見てるのに一生会えないんだなと思ったらすごい切なくなっちゃってはいだからその人たちには会えないけど現地の空気感に触れに行きたいですね出会いに行こうと、うん、そしてカメラもお好きなんですよねそうなんですフィルムカメラすごく好きで、はい、ちょっとこう旅先に持ってってカシャカシャ撮りたいですあでもそのカメラ で人の目線っていうものがありありと見えるものじゃないですか本当にあこの方は同じもの撮ってもこういう見方はしてるんだって写真ってわかりますよねえ出ますよね本当にっていう意味で逆に家入さんがどういったものをどの目線で見えるのかっていうのも気になるからぜひぜひインプットしにはい,はい行ってみたい気になるところなんですがちょっとアルバムの話にも戻して、はい、ニューアルバム20こちら20歳になる前に書かれた曲ばかりに、はい、なるんです ですかね、そうですね「20っていうタイトルは付けてるんですけど、はい、19歳の時に制作したものがほとんどで何、はい、ていうんですかね二十歳になった今よりも、ええ、19歳の方がなんか二十歳を生きていた感覚っていうのがあって、はい、すごく憧れてたんですね二十歳に。ええ、あの早く二十歳になって何ていうんだろうもっともっとこう自分で自分に責任を持てるように新しい世界を見たいなって。 だからなんか、うん、本当にその20代を生きるためのこう10代の振り返りじゃないですけど、はいうん、そういうい一枚になりましたブログの方で「2> はい、第2章の始まりです」と書かれていたんですが、はい、ということは10代でまず第1章を終えたという、うん、ありますねもう本当に音楽で駆け抜けたなっていうのは、はい、これは胸を張って言えるぐらいちょっともう。 うわーってきたので、はい、20代はちょっとこうインプットとアウトプットのバランスを取りつつある意味この「トエンティが第1章の完結であり 2>、うんはい、第2章がまさにこう幕開けの,のうそうなんです本当にうん、うん、感じだと思うんですがおそらく逆に言うとこの後に作られる曲たちが、はい、その家入さんの第2章の始まりを本当に。 でも、はい、そういった意味で自分にとっても私にとってもですし、うん、聞く人にとってのこの20年間を振り返るというか、うん、で家入さんは15歳から書かれている分、はい、なんて言うんでしょう他の人ではなかなか味わえない経験であったり、はい、逆に言うと自分たちが残してこなかったその時の思いを。うん 表現しててくれいいるからありがとうございます、はい、こうふと自分の過去に立ち返りたい時に家入さんの曲を聴くとうこう一緒になって立ち返ることができるのかなとも思うんですがアルバムはシングルとしてもリリースされた「ミスユーで・ユ」で先ほど聴いていただいた「ミス・ユ」で幕を開けるんですが、はい、笑ってもない泣いてもないという,う,こう表に現れない感情を表現するというのは、はい、結構難しいところもあったんじゃないでしょうか。 そうですねこれはあの本当に聞いてくださってる方たちには自分にとって大切な人を思い浮かべて聞いてもらいたいんですけど、はい、なんか喜びだけじゃなくて切なささえも大切にしていきたいというか<え>なんですけど私的にはこの歌詞の中の「君」っていうのは、うん、もう一人の自分に当てて書いたものなんですよね。はい、でなんかデビューの頃の純粋な気持ちで私音楽やれてるかなってちょっと迷った時があって、はい、で自分に。 音楽好きこれからもやっていける?」ってこう質問すればするほどこう笑ってもない泣いてもないっていう自分が本当どんどんこう空っぽになっていくというか、はい、では本当にどうしようと思ったんですけど「はい、僕はただ君をずっと愛してたんだ」っていうフレーズが書けた時に「うんはい、愛してたんだ」っていうのは過去形だけど「は 自分、音楽愛してるんだって気づいた瞬間現在進行形でもあるのですごくこうよかった、これからも歌っていけるって20代、また新たに気持ちを見つめ直してっていうところでもアルバムの1曲目に入れました、はい、ちなみに「終わりはラストソング」という曲でラストを迎えるわけなんですがそう先ほど言っていたある意味第一章の終わりだからこその最後の背拍子に近いのかしらと思う。 本当にそうですねラストソングもすごく自分的に大切にしている曲で何、はい、だろうデビューしてからいろんなつながりが増えて<ん>もっともっとそのつながりをこう強いものにしていきたいなって思うしここで10代支えてくれた人たちにありがとうって伝えたいなと思って、はいはい、この曲を最後に持ってきました。ででもララスストトソングがラストというわけではなくて その第2章に続く初めの1ページでもあるわけですもんねさよならは絶対「こんにちは」を連れてきてくれるものだと思うので、はいはい、ラストソングって書いてあるんですけど<っ>また新たな道ができてきてるんじゃないかなと思いますそういったものの連続がね人生みたいなものでもありますしね、うん、はいそんなイエリさんのこの「トエンティ」に詰まった思いもう一曲聴いていただきたいなと思いますはいします、はい、それでは聴いてください。イエリリレオでシリー ミュージックラインお送りした曲は今夜のゲストイエーリレオさんでシリーでした、はい、でもまさにこの曲をもって11月お会いしていてうん、うん、そうなんですよ、はい、その時にこの「シリーについてはいろいろ伺ったんですが、はい、でもやっぱり時間を置くとまた感覚であったりとかそのこの曲に持ってたイメージも随分変わってくるものが私の中でもあってあ、うんうん、その時は結構ただただ。 なんて言うんでしょう深淵というかの部分だったのが、はい、結構それってコアな部分というか中心部分の曲でもあるのかなとはい、ありがとうございます捉え方とかによってね、近くに居すぎると見えないものも分からなくなることってありますよね、うん、離れて初めて気づくものもあるなと 見受けるんですが、イエリさん、はい。2015年にやりたいことの97%が音楽をブログに、<laughs> すごいブログをチェックしていただいてありがとうございます。<laughs> 書かれていたんですが、はい、もう本当に音楽が好きなんだと、音楽,音楽に魂のほぼすべてを注い出ると。うん いう思いもあるかと思うんですが、はい。残りの3%は何なんでしょうかうん、うん、いや、もっとこう、いろいろ、うん、本当に、なんていうんだろうな、映画に行ったりとか、本を読んだりとか、はい。旅行に行ったりとか、はい。ちょっと、ぶらーっと、何にも、何ですかね、考えずに行動したいですね。 おー。ーまずそれとは関係ないところで。そうです。お芝居とか興味ないんですかお芝居もすごく興味ありますね。興味あるというか、あの、見に行くのがすごく好きで。はい。はい、見に行ったりもします。舞台をですかミュージカルとか。はい。行きますね、はい。ミュージカルとかに挑戦してみたいとかっていうのはないんですかうーん。<laughs> <laughs> <laughs> そうですね。ちょっと。 頑張ってみようかな、うん、すごいなんか <laughs> いやあのもっともっと見て、うんうん、ちょっと自分にそういう気持ちがあるのかはい、はい、ちょっと探してみますもうなんか歌劇とかをやっている家入さんも似合いそうだなとお,<ー>お姫様みたいないや絶対ないな似合いそうだなってすごく思うんです,けど <laughs> ですかであのこう歌手としてはい あのソングライターとして歌っているのと、うんはい、別の人が別の役で歌うっていうのって面白いですよ、ね、また違う世界じゃないですか、うん、同じ歌ではあるけれどその感情の乗せ方も演出家にすごく一つ一つ言われた通りりを表現していくっていう、うん、その世界を家リさんが味わうとどうなるのかなってっだって本来自分が持ってる気持ちじゃない気持ちを入れ込んでやるわけじゃないですか。 そう,そうだな。っていうところも、ちょっと見てみたいなと思うんですが。あり20歳になった家入さん。はい。これからまたデビュー20年。はい。重ねていった時の自分ってイメージできますか全然できないです。できないですか私、20歳にもならないと思ってました。どういうことです、<laughs> なんか、いや、もちろんなるんですけど。<laughs> はい。なんだろう。 ちっちゃい頃の写真とかアルバムで見てると4ヶ月からいきなり1歳になってたりするじゃないですかそうですねだからこう私が寝てる間にお母さんとかがピッてボタンを押していきなり4ヶ月から1歳になったら1歳から2歳になるんだろうなと思ってたんですよ面白い感覚ですね何て言うんだろうその日々ちょっとずつ例えば爪が伸びてるのと同じように、うん、はい あんまり自分で成長してるって分かんないから、はい本当に誰かがボタンを押すたびにじゃあ分かった今回は頑張ったから1歳から3歳までにしてあげるとかそういうあれだと思ってましたええー、だからこう二十歳にはただ、はい、ずっとなれないだろうなというか誰もボタンを押してくれないだろうなってなんかちっちゃい頃から思っててはい なんか不思議です自分が今20歳っていうのがでもそのちっちゃいちっちゃいちっちゃい積み重ねで今が来たわけで,ってことですね,、うん、ね不思議でございますこれからの積み重ねでデビュー20年後がはいでもきっとそのおそらく家井さんを応援してくれる人であったり、うん、まだ出会っていない人がちょっとずつ押してくれるから来るものでもあるわけですものね頑張りますはい、はい、そろそろお時間やってきてしまいましたはいここで家井レオさんの今後の予定をお知らせしたいと思いますはい家井レオ コースワンマンツアー、うん、20